Welcome to UGK Tube! さあ、今日もスポーツとイングリッシュであなたに Chemistry、今日は3月21日、まあ、今日もね、本当はプロ野球も開幕しているはずではありましたが、コロナの影響でできていないという状況、まあ、そんな、日本、そして世界で今どうやってスポーツは報じられているのか、今日もチェックしていきましょう。でまずこれいきなり出てきたのはこれスポーツセンターのオープニングだったんですけれども、これ距離見てわかります？いつもより距離が広がっています。これ今カリフォルニア州は、外出禁止令が出ていて、人と人との間隔を1メートル80センチ以上空けてくださいという、まあ、命令が出てるんですね。ですからキャスターたちも、まあ、こうやって1メートル80センチ以上広がっているという状況なんですね。例外ではないということで、まあ、そのあたりまず、ね、ちょっと感じるところですね。で、スポーツセンターで今日のトップニュースはやはりトム・ブレイディでした。タンパベイ・バッカニアーズと2年契約、合計50ミリオンの契約を結んだということですね。で来シーズン2020年シーズンはタンパベイが、スーパーボウルの開催地なんですよね。ですからスーパーボウル開催地のチームは出られないというちょっとジンクスあるんですけども、トム・ブレイディならばそういったこともね、何か突破してくれそうな期待もあります。で、まあ、トム・ブレイディがこれ自身のインスタグラムでその契約の、まあ、喜びとかを、まあ、これからの意気込みとかを語っているんですが、これは自身の、トム・ブレイディさんの、インスタグラムをフォローしていただければ、読めますので、ものすごく簡単な英語なので辞書を持ってちょっとこれだけでも見たらなんかこうトム・ブレイディの意気込みが伝わってきますね。まあ、本人が言っているのはとにかくべちゃくちゃ喋るよりも行動で示したいということを言っていました。でも8月で43歳にブレイディになるんですけども、2年契約で45歳でしょ。で本人その契約の内容を見てると45歳超えてからもやる気満々だっていうのがね、伝わってくるのがさすがだなという感じがしました。で、でまあこれ25ミリオンの給与というのがキャリア最高額、ペイトリアッツ時代はもうサラリーキャップというね、年俸総額の制限がもちろん全チームにありますから、自分の給料だけが高くなると他の人のもらい分が少なくなるっていうのが NFL のそのサラリーキャップシステムなんですね。まあ、その中で自分の分は抑制して他のいい選手を取れるようにということでやってきたんですけども、タンパベイはもう優勝請負人としてやってくるので、キャリア最高額の給与を手にしましたということで伝えられています。さあで、まあ、今日もねちょっといろいろとニュースをもちろん見ていく中で、ニューヨークタイムズのまた今日も記事読んでいきますよ。いくよ。まずこれ出てきたのリバプールですね。これリバプールもこれね第一面なんですけど、1990年以来の優勝、あと2勝というところで、ね、リーグ戦が止まってしまったというその48時間の動きを、ドキュメンタリー形式にしたものが一面でした。で、まあ、ブレイディですね。ブレイディの記事も上がっていました。ブレイディも、これは、まあ、観客動員がバッカニアーズは32チーム中30位だったので、ブレイディが来ることによってそれも上がるんじゃないかというようなね、期待も込めた記事でした。で今日僕が一番注目したいのはここです。だけどもちょっとちらっと出ましたが、これです。Running from coronavirus。コロナウイルスから逃げる。Run というのはこれ逃げるという意味もあるんですね。その過程で、A back to basics exercise boom。基本に立ち返った。A back to basics exercise。運動がブームになっているという記事ですね。で書いてあるのは With gyms and pools closed and sports leagues shut down, a mini boom is emerging in running, a natural for social distancing. これはもうとにかく今ジムとかプールがシャットダウンされている、スポーツリーグももう、止まっているという中で、ランニングが今ミニブームになってますよ。でソーシャルディスタンシングね、その距離を保つのにも適しているスポーツですということで伝えています。で記事上がったのはこれもう3月19日現地時間、タールヤ・ミンスバーグさんの記事です。でこの方言ってるのはもう一番最初ね、ランニングブーム is taking off、 ランニングブームが今離陸しています、要するにグッとこう人気が上がってきてますという意味です。でなんでかっていうと、 It's the perfect sports for a pandemic. All you need is a pair of shoes and 6-foot buffer from the next person. まあ
もうスポーツ、このパンデミックの中でもう条件を満たした最高のスポーツです。パーフェクトなスポーツです。 All you need is a pair、 靴とあとは6 feet、 さっき言った1メートル80センチの間隔さえあればできるからなんです、ということでしたね。まあそういう、まあもう本当に基本立ち返って何もね、用具とかを使用しないから、いいんですよと。でまあ、セントラルパークで走っているいろんなこうジョギングシーンなどをね、言ってるんですけども、まあ、この人が言いたいのは Run in any country, in any park, at any time. Spot another runner and chances are you'll greet each other with the slightest nod. You're out here too. これはどういうことかというと、どこの国で走ろうが、どの公園で走ろうが、いつ走ろうが、 Spot another runner、 他のランナーを見つけて、Chances are you'll greet each other with the slightest nod。 おそらく何かこう目くばせをしたり、挨拶をすることでしょう。それはどういう意味があるかって言ったら、お互い走ってるねっていうような何かこうアイコンタクトをするのもいいんじゃないですか、ということなんですよね。だからちょっと今ね、アメリカ社会というのは、僕もそうなんですけど、アメリカの方だと結構普通にハグするんで、日本人の方だともう握手程度にするんですけども、まあ、お辞儀をしたりとかいうことなんですが、アメリカってそういうハグをしたりする文化あるじゃないですか。今それを全面的に今禁止されている、まあ、ご時世なんですね。だからアメリカの人も本当に苦しんでると思うんですよ。そんな中で、まあ、そういうアイコンタクトとか何かもうコミュニケーションを忘れない国なんだなというのは僕なんかも思いましたけどもね、まあ、そういうことをこうコラムでニューヨークタイムズの記者が書いているということですから、だからもう本当に今アメリカもこれまでの常識を全てこう覆すような、今このパンデミックという状況が起こしていると思うから、日本もこれから大きく変わっていくと思うんですよね。だからこうスポーツを通じてそういうのも今日感じてもらえたらなというふうに思いました。さあ、今日の見出し読みであなたにケミストリーは起こったかな？ Alright! It is good!